K, 鈴木こと、鈴木光平は、千葉県鎌ケ谷市出身のプロ野球選手、宇藤右内、オリックスバファローズ所属、小学生時代に鎌ケ谷ライオンズへ、所属、6年時に首相を務めた。中学生時代には、陸上部で活動する傍ら、鎌ケ谷シニアで野球を続けた。千葉名徳高校への進学後は、2年の春から、ベンチ入りを果たした。 三年夏の千葉県大会では二回戦で、強豪、仙台松戸と対戦。上沢直行と投げ合い、延長11回を終えても6から6と、決着がつかず、大会規定により引き分け再試合になった。翌日の再試合にも先発で登板するが、2から5で敗北した。在学中の全国大会出場はなかった。卒業後に、地元の国際武道大学へ進学。 千葉県大学野球のリーグ戦で通算16勝を挙げた。大学卒業後に日立製作所へ入社すると入社1年目から日本選手権大会で登板。翌年に催された第88回都市対抗野球大会でもチームの本大会出場に貢献した。2017年の NPB ドラフト会議でオリックスバファローズから2巡目で指名。契約金8000万円。 年俸1200万円という、で入団した。背番号は30。チームには、名前が全く同じ読みの鈴木康平が在籍するため、入団の際には、K 鈴木という名称で登録することを、球団から打診された。K は、名前のローマ字表記の頭文字に由来しているが、自身が、こだわっているという三振の略称にも当たることから、この打診を快諾した。 2018年は、春季キャンプを一軍で過ごすも公式戦の開幕はに、軍で迎えた。5月15日に一軍初昇格を果たすと、同19日の埼玉西武ライオンズ戦の8回表に、救援投手として、プロ初登板。1回を無失点に抑えたものの西支球が絡んでに、四万塁のピンチを作るなど請求に苦しみ、翌20日に登録抹消。 7月12日のフレッシュオールスターゲームでは7回表に登板し、1イニングを無失点に抑えた。7月21日に1軍へ最小を獲するも、同28日に登録抹消。その後2軍で、先発調整となり8月21日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦でプロ初先発。4回4失点で、勝敗はつかず、翌22日にこの年3度目の登録抹消。 9月29日に中継ぎとして1軍登録されたが、ルーキーイヤーは1軍で4試合の登板に終わった。ウエスタンリーグ公式戦では26試合の登板で3勝4敗、防御率2.85をマーク。前半戦に9円、後半戦に先発で、実戦経験を積み、通算投球イニング88回1、3でリーグ2位の79奪三振を記録した。 シーズン終了後に参加したフェニックスリーグでは10月19日の試合に先発すると、久保のハンファイイーグルス打声を相手に6回を無安打、無失点、9奪三振と好投。周期キャンプを挟んで参加した台湾でのアジアウィンターリーグでも NPB ウエスタンリーグ選抜チームの一員として、通算3試合の登板で防御率1.15を記録した。 2019年は開幕ローテーション入りを目指したがに、軍でシーズンをスタート。2軍戦後試合の登板で、防御率0.77と結果を残し、4月28日の西武戦でシーズン初登板発先発。7回118球、5アンダー5奪三振無失点と、力投するも、9援陣が逆転を許し、プロ初勝利とはならず。 5月11日の楽天戦でも7回無失点と高騰した直後に、救援陣が逆転を許し、なかなか勝ち星に恵まれなかった。シーズン4試合目の先発登板となった5月18日の西武戦でようやくプロ初勝利を挙げた。この年は19試合すべてに先発登板し、4勝6敗、防御率4.31を記録。102回1。 3の投球回数は、チーム内では、山岡康介、山本義信に次いで3番目に多く、オフ2300万円増となる、推定年俸2200万円で契約を公開。公開後の記者会見では、鈴木康平が戦力外通告を経てに、軍屋主公地補佐に転身する2020年以降も、K 鈴木という登録名の使用を続けることを発表した。 2020年は開幕ローテーション入りを果たしたが、6月24日の千葉ロッテマリーンズ戦で3回後失点と結果を残せず、翌25日に登録抹消となり1試合で先発ローテーションを外れた。7月9日に中継ぎとして1軍に再登録されるも同18日に抹消。田島大輝が発熱による体調不良で先発を回避すると代役として8月8日の ロッテ戦で先発を務めたが、4回途中7失点で、ノックアウトを喫し、再び2軍でリリーフ調整となった。11月3日に1軍登録され、翌4日の楽天戦でプロ初ホールドを記録したものの、この年は8試合の当番に止まり、オフに550万円減となる、推定年俸1650万円で契約を公開した。 2021年は中継ぎとして4月23日に1軍登録されると5月15日の楽天戦でプロ初セーブを挙げた。五輪による中断期間を経て後半戦の開幕は2軍スタートとなったが9月7日に1軍最昇格を果たした。力強いストレートを武器としており社会人時代の最速は 時速1 5 4キロメートル、プロ入り後は2021年5月25日の横浜 DNA ベイスターズ戦、7回の先頭打者、伊藤光栄の5球目で、時速1 5 8キロメートルを計測している。変化球は、カーブ、スライダー、カットボール、フォークを操る。2020年1月、神奈川県出身で、国際武道大の後輩である一歳年下の、 一般女性と結婚した、ケ鈴木に関するカテゴリー、ありがとうございます。